サバチャンネル。じゃないの。ありがとうございますもちょっとね、形が歪だから、それこそまさに山田クオリティ。山田クオリティ。あそこの。今すごい嬉しい。テント張れたの。そんな嬉しいですか。テント張れずに帰ったんじゃない。あ、そうなんですか。泣きそう。マントルあるよ。マジでさ。なかなか終わらない。ちょっとまだあるもんね。あるもん。なんかヒラヒラしてると思う。確かに。そこもだね、そこもね。まだまだあるぜ。あるじゃん。僕が今撮ってますからね。バナナチャンネルの担当者が見て、キエララルゴっていう小川最高峰テント、100年以上の横はもうなんか始めとるな、インドするの。なんか向こうはもうやり慣れてるかも。ね、うん、いや俺だってまだ、これ2回目だからまだ。あ、2回目なんすね。そう、2回目未遂だから、3回目だけど。2回目で折れたんすね。2回目で折れた。初張りは大丈夫だけど、2回目で折れたっすね。あの、トシキの時はどうしたの？え？トシキの時は。トシキはもうあの、これが張れんかったけん、一人用のテント張って、俺は。一人用のテントがあるから。もうあの家族と泊まるはずだったのに家族はもう帰って僕一人だけ。そういうことっすね。あ、じゃああれが密入の時。そう、あれが密入の時。あれ密入の時だったよ。もう本当に悲しすぎてもう
メインチェア。これがいつも座る小川でございます。これが小川です。俺のこだわり、俺のメイン椅子だったやつ。送った時に風強すぎてこいつが焚き火台に突っ込んどってこいつが風で焚き火台に突っ込んどってこいつが風で焚き火台に突っ込んどってこいつが風で燃えとったらどうしようと思って。フライパンの絵がないやつ。持つところ。これちょっと変えたの気づいた？あ、変わってる。変わってる。木をちょっと削って絵にするの。ここしか売ってない。自分でね、こうナイフで木を削ってこうこの大きさにしてはめ込んで使わなきゃ。すげえ。うわ今の笑い方。なんてめんどくさいことするんだみたいな。なんでそれがいい。自分でこの作ったこの絵でこの作るこのフライパンで作るステーキとか最高だ。ラムステーキとか。感動さんするけど作ったことないけど。今日から初めて作る。絶対この鉄板で焼くラムステーキ最高だと思う。思ったよりしっかりしてました。思ったより装備だけはしっかりしてるやん。今日はねハンバーガー作ります。ホットサンドのサバサンドなんですけど、サンドイッチじゃないですね。サバサンドハンバーガー。炭火で作るハンバーガーめちゃめちゃうまい。炭火ハンバーガーまだ食べたことないけどね。こだわり、俺そんな最初の火つけるのはもう楽につけたいから。そこは。あれ
けよ、肉行くぞ、ガンガン。聞いてる？聞いてます？家族の人たち。肉ガンガン焼きますから。もう今から見て、戦闘態勢入った。サバチャンネル。あ、待って、ご飯忘れてたよ。忘れてますよ。いい感じ、いい感じ。最高。ダーツの時こんぐらい楽しそうやろ。ダーツの時は。ショッキングなものを見た。はい。ファイヤー。そして消して。なんか綺麗、暗い方がね、綺麗だね。